長田法政長田法政明治44年8月22日は明治時代の教育者。後年は北海道でアイヌ人教育とアイヌ語研究に力を注いだ。伊予国最上藩士の向高うの子として江戸で生まれた。長田基地兵の養子となり、長田姓となる。昌平座科学文書に学び、文久万年最上藩主の時効となる。明治に入ってからは、 英書翻訳を制御とした。主な役所には日本で、最初の和訳聖書、西洋教え草などがある。1881年7月に開拓市に採用され、北海道に渡り、函館商船学校、函館市販学校の教諭を務めたほか、函館県の命により遊楽部で、アイヌ教育に取り組んだ。函館に在住の時、函館 B 教会で、 山が元次郎より洗礼を受ける。1883年には、アイヌ号文法書、北海小文典を表す。1886年より、北海道町の命を受け、アイヌ語地名の調査に、従事、1891年刊行した、北海道江戸語地名会にその成果をまとめた。札幌の学校などでも教壇に立った後1909年に、状況、 東京高等女学校で国文学を教えた。俗に長田知名会の名で知られている。北海道全域約6000のアイヌ語知名の原音、原義を再録した著作。実地に赴きアイヌの頃から聞き取った情報を基礎としているが、長田の推測に基づく会も多く、後にチリマシホラにより多くの誤りが指摘された。しかしながら、 長知名会は、アイヌ語が日常言語であった。当時の発音をかなり正確に収録している点で、貴重な資料であり、アイヌ語知名研究において、未だ重要な地位を占めることに変わりはない。ありがとうございます。